第4幕オールキャスト送信劇後編。お前を置いて他にない。ちょっと行けスーパーキャット弥生、アンズルだ。父もこのランダムレーザーガンで援護しよう。そんなもの持ち歩いてるわけ？いやまあアンズル。さあ行け、行くのだ。はいはい、もうこうなったらやってやるわよ。にゃ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 私の発明品があの怪物を倒したとなればノーベル賞は間違いなし。弥生ちゃん、兄貴、もうどこ行っちゃったんだよ。ひどい。どこ行った猫娘？神だ、お望み通りホワイトしてやるわよ。いい度胸じゃねえか。行けガイラパパ、早く逃げましょう。いいや、レイコ、パパは戦うよ。パパ、あの怪物を倒せば一躍有名、お金もガッポガッポ、世界征服への足がかりとなるのだ。でも、どうやって？俺を見よ。去年の売れ残りの花火をかき集めて作った多頭弾ミサイルランチャーだ。こいつでやっつけてやる。先生じゃないですか。すいませんな、このランダムレーザーガン威力はあるんだが、どこに飛んでっかわからないという代物で。そんなもの撃つんじゃない。己白石、さすがは我が生涯のライバルよの。ならばこれでも食らえ。これは合成ですな。いい加減にしてよ。ミサイル、あー、こっち来ないで。なんて無茶しやがんだ。ちょっと冗談じゃないわよ。弥生ちゃん、どこにいるんだ。僕は一体何をしていたんだ。出とるぞ。誰のせいでこうなったと思ってるのよ。ごめんなさい。とにかく普段はごく普通の女子高生なんで、そこんとこちゃんと分かってね。